はい、こんにちは。フルート大好き、ミミウです。皆さん、お元気ですか？ちょっとね、季節の変わり目で、私ね、なんか歯が痛いんですよ。ちょっとツイッターの方ではちょっと話したりしてるんですけど。この季節ね、去年もそうだったんですよ。まあこの季節の変わり目で忙しいんですね、仕事が結構だから、ちょっとまあ疲れもちょっとあるんですけど、まあそのせいなのかな、なんかね、虫歯を埋めたところがちょっとね、うずくような感じで調子悪いんですよね。もう昨年もそうだった。1週間ぐらい辛くって、よっぽど歯医者に行こうかと思ったけど、なんか落ち着いたんですよね。だから、うん、今回も落ち着いてくれるといいんだけどっていう感じの歯の痛みを感じつつ、でもね、フルート吹いてるとね、歯の痛み感じないんですよ。なのでよりフルートを練習したいと思っている、はい、今日この頃です。ということで今日のお話なんですけどね、はい、今日は、はい、最近私大好きタワネル・ゴーベールさんの日課大練習ということで、私ね、とりあえず4番をね、練習しようと思って4番練習を最近してるんですけれども、いろいろね、夜フルート吹けない時間の時に、まあ、ちょっといろいろパラパラっと見たりしてね、どんな他にもね、いろんな練習があるなと思って、まあ、自分にとって何がね、今必要なのかなって思いながらパラパラめくっていくと、本当にたくさんのね、練習するためのね、が載っていて、まずスケールもね、全然練習してなかったから、今4番は頑張ってやっていくつもりなんですね。あと前兆だし、前兆になれるっていうのもあるから、4番は必ずやっていこうと思っていて、であとね、気になるのが分散和音、気になってたんですよ、ずっとね。分散和音の8番 EJ8 のね、8番の分散和音アルペジオって書いてあるんですけど、そこをねちょっとね気になってて、でもちょっと練習の仕方がよくわかんないなっていうふうに思っていたところに、大塚ゆき先生ね、動画で、フルートをね、すごく丁寧に教えてくださってる先生、大塚ゆき先生が、ちょうどね、またずっとね、タワネル・ゴーベールさんの解説みたいなね、練習方法みたいな動画をね、上げてくださっていたんですが、ちょうど8番をね、解説してくださってる動画を上げてくださっていて、それを見ることができてですね、ちょっとますますこの分散和音について練習したいなっていうふうに思いました。で、分散和音ってね、まあ、チラチラは聞いてたんですよ。フルートをね、練習していく上では大事な、まあ、概念というか、単語でちょこちょこは。でもね、私全然勉強してきてないから、音楽について、なんか聞くは聞くけど、アルペジオも聞くは聞くけど、実際何なのかなと思ってたんですね。まあ、調べればよかったんですけど、で、なんか調べたらね、まず分散和音っていうのは、まあ、和音ね、こうドミソとかピアノとかでバーンとこう同時に和音って弾きますよね。和音バーンとドミソとかバーンと弾いたやつを分けたドミソって分けたっていうのが分散和音みたいです。はい、分けたね、同時に弾いた音を分けて考えるっていうのが分散和音で、でアルペジオっていうのは、それをドミソだったらドミソとか、もしくはソミドっていう感じで上から下に上がったりとか、下から上に上がったりとか、上から下に下がったりとか、そういう風に並べる、そのドミソを並べたものがアルペジオ。だから、上から、下から上に行ったり、上から下に行ったりっていうのをこう練習していくのが、アルペジオの練習っていうことらしいんですよね。簡単に言うとですよ。ということで、この分散和音アルペジオの練習がね、なぜ大事かっていうのは、塚先生もちらっと言われてたんですけども、そのまんまね、曲の中でそのまま出てくるような、まあ、フレーズとしてですけど出てくるようなことが多いっていうことなんですよね。曲の中でこの分散和音アルペジオになってるような部分が曲の中でいっぱい使われてるから、でいっぱい使われてるんだったら先にね、まとめて練習をしておけばね、曲で出てきた時に
上手に吹けますよっていうことらしいんですよね。なるほどと思って、でもねこの分散和音に、ね、私改めて、大塚先生の動画も見させてもらったり自分でも吹いてみたりしたんですけど、すごいね分散和音ってもうメロディーなんですよ。もともと本当にメロディー、綺麗な音が並んでるんですよ、分散和音アルペジオね。だから吹いてたらねすっごい綺麗なんですよ。綺麗に吹ければですけど。なので意外にねなんか基礎練なんかこうね地道にこう吹いていくようなのがもともと私もすごい苦手だったんだけど、そういった人にもこの分散和音のねこのアルペジオは曲としてね吹けるんですよ。なんかもともとも綺麗なんですね、音の並びがね。だからすごいおすすめです。基礎練がすごい苦手だと思ってる方にも、もうそういう方もね曲は好きじゃないですか。綺麗な音楽は好きだしフルートの音は好きでされてるはずだから、多分ね分散和音のアルペジオはきっとねやってみられたら本当にいいと思います。ということで、はい、ちょっとね下手なりに私もちょっとねどんな感じか、これから練習していくのでこれから上達すると思いますので、今の段階ね、ちょっと吹いてみます。EJ8 分散和音のアルペジオのページなんですけど、 ABCDEFG ってね2段の文が並んでて、ドレミファソラシっていうので始まるアルペジオが並んでるんですよ。なのでとりあえず絵をちょっと吹いてみますね。どんな雰囲気かっていうのですね。つけたりしてないんですけど、一応フラットをねつけましょうっていうのが、あったりして、一応6パターンで練習するようになってるんですけど、はい、そういったのもやりながら、あとアティキュレーションね、今私タンギングね練習してるから、一応タンギングで全部吹いたんですけど、本当はスラーでね吹いたりとか、アティキュレーションスラーとか、スタッカートとか入れながらね練習するようにっていう10パターンも載っていて、いろいろ変えてね練習していきましょうっていう風にはなっています。でも今私タンギングが課題だからね、とりあえずタンギングしっかりするようにして今一応吹いたんですけどね。もう一個 B 行ってみましょう。レからスタートです。一応吹いてみましたということで、こんな感じですね。なんかねすごいね曲っぽい、なんか盛り上がる感じもあるし、なんかすごいね、今ドとレと2つだけで、しかもタンギングだけで、はい、やったんですけど、いろいろね変えていって練習ができるっていうことで、タファネル・ゴーベールさんの8番分散和音すごいおすすめです。はい、いかがでしたでしょうか。まだ練習始めたばっかりだからね、これがまずね、このウンシ、あとアパチュア、
うん、お腹の支え、うん、そのあたりをしっかりしながらね練習していけると、まあ、高音も出てくるしね、うん、もっと自然にねこう滑らかに吹けるようになるんではなかろうかと思っております。はい、ありがとうございます。今日は とりあえずタファネル・ゴーベールさんの分散和音をねちょっとね目覚めましたということでまた目覚めました。はい、私はいいろいろ目覚めていくので、はい、これからも応援よろしくお願いします。うん、いろいろね楽しい練習もね発見しながらねこう上達できるといいなというふうに思っていますので、はい、フルフット練習されてる方もねぜひ一緒に頑張っていきましょうね。ということで、まあ、ちょっと気温の差が激しかったりしますので、体調には十分気をつけてください。うん、またね、ちょっと、動画長くなっちゃったので、シシリアーノね、バッハのシシリアーノも練習しているところをまたの、アップしたいと思います。うん、ちょっと基礎練習頑張ってるんですけど、シシリアーノもちゃんと吹いてね、練習していますので、またお聞きいただければと思います。はい、では今日は以上になります。基礎練頑張ります。